自転車はね、気持ちいいね。基本自転車乗るのが好きなんだな。だから続いてる。これは好きじゃないととても続かん。何事もそうだけど。さあ皆さんこんにちは、名古屋のジエモンです。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。さあ今日はどこ行くかっていうとね、ごきそ声優ごきそ店、まあ前から予告しております通り、声優ごきそ店11月30日で終了いたしました。それをね見に行こうかなと思ってます。だいぶ紅葉はもう終わったな。ほぼ散っとるな。さてここにあるのは珍しい明るい家族計画と書いてあります。ストップエイズとありますが、いわゆるヒニングの自販機売ってる感じがしないね。でも自販機そのものあるからね、なかなか珍しいでしょ。この前どっかで1箇所あったよね、南区か。なかなか見かけない。それもこれ最近のタイプだよね。長細いね、縦長だ。はい、ヒニングの自販機の説明をしておったら後ろに自転車乗って聞かれたかもしれない。こっぱずかしいですね。知らん町にここに家建ったら、あちこち家建ちますね。今日もまあいろいろ走り回っておりましたけど、今日のお締めどこ行こうかということで、声優ごきそ店ついこの前ね通ったんですけど、もうね看板が取り外されてました。ちょうど車で通ったので、まあなおかつ夜間だったので撮影をしておりませんが、まあものの見事に看板まで外されていた。なのでね、もう声優の面影がないですよ。かろうじて看板がついてた、名残はあるけどね、もうそれしかないです。ということで今からね見に行きたいと思います。ただね、いつもながらこっちからねごきそ行こうと思うと坂道登っていかないかんもんで、ちょっと気が重いです。ちょっと昭和な雰囲気が漂っとるな。もう昭和終わってどんだけ、だいぶ経つよね。昭和は遠くになりにいける状態ですよ。まさに昭和生まれの私からしたら明治時代みたいな感じですよね。今の令和平成世代からするともういつの時代だっていうぐらいのね。そんな感じでしょうね。まあ私若い頃っていうのは明治生まれの方はねいらっしゃったので、上司というかですね、まあ上司よりもうちょっと上か、創業者レベルの人たちだと明治生まれでしたし、自分の祖父は大正元年だったのでね、明治ではないです。明治って言ったら自分のもう一人の祖父か、そちらが確か明治生まれだね。まあ頑固者で怖い感じの人でしたね。あんまり記憶ない。もう自分はちっちゃい頃亡くなっちゃったんで、顔は覚えてますけどね、どんな人だったかっていうと記憶がないです。さあみんなの母校シリーズじゃないですが、名古屋市立大坪小学校、最近はね学校開放していろいろやってるんで、意外とこう車が止まってたりね、体育館の利用なんてのはよくされてるので電気ついてたりしますけど、今日ここ見た感じは今誰もいなかったね。ここはね数少ない公園と一体になって、運動場がね一体になってた公園ですけど、公園じゃない学校ですけど、残念ながらやっぱり管理がうまくいかないせいか、お綺麗だな、紅葉綺麗だ。まあ管理がうまくいかないせいか、ネットが張られていましたね、仕切りのネットがね。だから難しいよね。さあ今日ももう私ね物好きだなと思ってます。今日ももう12月結構寒いです、ぶっちゃけた話で。数ヶ月前って言ったら何ヶ月前の話だったようなことになるけど、もう全然コスチューム違いますよ。もう今ズボン下も履いとるわ。下は2枚、上は2枚、上が薄いな。下はそう寒くないけどね、やっぱ2枚ズボン下的なものをねパッツ履いとるんでそう寒くないですけど、またさっきの自転車組と合っちゃったな。まあ自転車基本的にね漕ぐと熱くなるもんで、薄めですね、常にね、常に薄めにしておかないとね熱くなるのが嫌だし。あまた通れん、ここは。ということで塩釜口界隈を走行中です。まあ今日はお休みの日なので非常に人が少ないですね。最近ね塩釜口、まあもともとゲームセンターとかあったんでね、結構たむろしてる学生多かったですけど、今はコンビニの前でたむろしてる学生が非常に多いね。夜間通ったりするとね、結構いたりしますね。正直ここ上がってくの嫌だけどな、すごい偉いで。あでもこれが一番近道だもんね、登っていくかしょうがない。結構ね風が今日ガンガン吹いてます。かなり寒い。自転車置き場ほぼ置いてねえな、自転車が。通勤時間帯はここはいっぱいになるんですかね。でも自転車置き場ここまでになっちゃうかね、この先あったはずなのに。そう、ここのエリアもね自転車置き場でしたよ。ここも自転車置き場だったけど取っ払われてるね。そんなに駐車する自転車もなかったのかな。さあ市バスの名古屋を走行しております。まもなく名城大学正門前です。学生はねほぼ歩いてないね、寒いでね。歩きたないわねこれ。ま
でもあの夏の暑い頃も懐かしいよね。こう寒くなってくると夏の T シャツパン短パンのね薄手で乗っていた頃のことを懐かしく思い出します。3年以上大学前を通過、地味にねここの坂道はねずっと坂道だよね。青戸の名城大学薬学部前までずっと坂道なので結構辛いですよ。ただでさえね税肉がいっぱいついとってウェイトを背負って走ってるようなもんなので結構辛いです。そこのラーメン屋潰れてまったね。やっとですね、結構お客おったからね。そこカメラ屋さんあったけどね現像しとったけどなくなってまった。今どうなのカメラ屋さんって。最近デジカメも興味ないもんで全然買わへんもんで、カメラ屋さん行ったことないんだけど、まあチェーン店で言うならば北村とかねありますけど、みんなちゃんとやっとんのかな。2000やっとるの、2000ついとるか。こうしてね飯田街道今走ってますけどね全然車来んね。もう今日は全然人動いてないんかな。全然いない、すごい静か。なんか日没まで1時間ぐらいありますけど全く持っておらん。すごいね、何でか知らんけど。さあ火頃上がってまいりました。疲れた、いや大変だ。レコーディングリハーサルスタジオっていうのは左手にあった。だからかよう若い人がおるでね、あの辺に。もうちょいでヒルトップ、まあ、ヒルトップ中でマウンテントップぐらいの感じじゃない、ここはヒルどこじゃないな。左手貸し物件エルマノスヤゴト、名前がいいね。あ疲れた、あ疲れたっていうかね暑くなってきた。そうこの暑い時にね体温調整が効かないのが一番困る、自転車はね。だからどうしても基本薄着ですね。ヒルトップというかマウンテントップというか頂上まで来ました。ここから極層まではほぼ下り、昭和警察の前は上りだよね。まあそこまでダラダラと行きたいと思います。まあ我ながらね物好きですよね。暑い日も寒い日も自転車乗ってる。特にねこう YouTube やるようになってから義務感ではないですよ。義務感は特にないんですけど、もう冬も乗るぞっていうね。寒かろうが、まあ、雪降ると無理だけど、さすがにスノータイヤ履いてるわけじゃないし、チェーン履いてるわけでもないんで、それ以外の時は寒くても乗りますね。ガンガラガンに寒くても乗っております。物好きなサイクリスト、はい、矢事の交差点通過。さあちょっとコメダでも寄っていこうかな。寒いでね、寒くなってきたで。コメダで何食う、何飲む、ちょっと立ち寄ろうか。あったあった、着いた着いた、よっこらセット、はい着いた。着きましょう、コメダのねイオンの前にあるコメダ、ここ2階建てです。なぜかねイオンの横にあるもんで、ね、いいよね。さあここでねちょっと今日は休憩していきたいと思います。そうここにねスタバができとるんだよね、知らんかった。まああちこちにできるな本当。で今日はスタバあるけどやっぱコメダかね、名古屋人はどうせ行くならコメダでしょう。ちょっと立ち寄っていこうかね、寒いし一日疲れたで。